い、ということでね、7日目始まりました。イエーイ。いやもう最近は朝が会長なんで常にテンションが高いですね。朝は朝気分いいんだよ ね、まあ、あの地獄の日以外は基本ちゃんとベッドがあるからね。あの時以外はちゃんとね睡眠が取れてるからさ、気分はいいですね。結構気分はいい。オッケー。ということでね、本日7日目はサウスウエスト国立公園、こちらの方にね行きたいと思います。湖とダムかな、この2つが有名なんで、これをねしっかりと押さえてね、で、まあ、時間があったらなんですけど、ビール、タスマニア最古の最古のなんかビール製造所みたいな、醸造所もうちょっとね、滑舌が悪いんで言えなかったんですけど、まあそこにもね時間があったら行きたいなっていうふうに思ってて、まあ、それはサウスウエスト次第って感じよね。そうだ、とりあえずまずの最初の目的地はサウスウエスト国立公園、こちらの方に向かって今車を走らせております。はい、それじゃあ行きましょう。本日もスタートです。はい、はい、ということでね、サウスウエスト国立公園に行く途中なんですけど、これ見てください。これ全部この辺の木枯れてるんですけど、これ間違いなく山火事ですね。全部燃えてる、黒い。こっちの方とか近づいてみたら多分わかると思うんですけど、全部燃えてます。これとかもね真っ黒になっちゃって、これすごいな。ワイヤーを張ってある。入っちゃいけないのかな、これ以降ワイヤーが張られてるんで。いやこれすごい、なんか若干さ炭の匂いしない？若干ね、そんな感じで炭の匂いがする。すげえ、なんかいきなり急に緑から景色が変わってこの色になった。そうすごいね、うん、これすごい、本当にすごい。本当に日本ではこれはほんありえないです。日本で山火事って聞かないもんね。聞かないね、あんまり。うん、あってもすぐなくなっちゃう。沈下するんだろうね。いやー根っこからもう死んでるじゃん。根っこだけじゃない、生きてるのこれ。やば。いやこれはほんとすごいっすね。なんか海外来たなって感じがします。これはほんとにすごい。いや全然景色が違う、これも急に景色が変わった。へえ、すごいな。すごいしか出ないな。壮大だ、壮大。壮大でよ、壮大。アメイジング？アメイジング。へえ、こんな景色もあるんですね。っていう情報でした。はい、ということで、ね、すごく時間かけて、ペダーコに到着しました。やばいです。めちゃくちゃ広い。これ、下怖いんですけど、これ、向こうから、ずーっとこれ、ペダーコなのかな？すごい。やば、これ動画とか写真じゃわからんな。ちょっとあれ霧がかかっちゃってるのが残念。いや霧がね。すごい。でも湖の中に島がいくつかありそうな感じですね。うん、見えるだけでも4つくらいあるね。すごい。あ、本当だ、4つ5つちっこいのが1個だけあそこにある。あるね。あれも繋がってないんじゃない？あ、繋がってないね。うおー、3時間ぐらいかけて来た甲斐がありましたね。いや、ほんとかかったよ。ここからダムが近いはずなんでそこも行きたいんですけどね。ダムね。うん、これまっすぐ行ったんだ。まあ見てる時間は一瞬だったんですけど、すごいですね。3時間かけて来た甲斐があります。じゃあ続いてダムの方に向かいますか。はい、行きましょう。はい、ということでね、なんとか最終目的地ゴードンダム、こちらまで到着することができました。ちょっとね、遠かった。ちょっとじゃない、だいぶ遠かったね。だいぶ遠かったね。うん、だいぶ遠かったけど、とりあえずゴードンダムに来れたんで、今回そちらの方をね、見ていこうと思います。すげえ、見えてきた。
徴が出てきた。はい、ということでね、まあ、こっち側ね、安心感あるんですよ。なんか持たれても大丈夫そうな感じはするんですけどね。こっちですよね、問題は。怖い。こっちは、マジで安心感がない。これはマジで怖い。こういう感じだから。めっちゃ怖い。怖すぎ。怖すぎ、笑った。こういう感じのところを歩いてます。これ高所恐怖症じゃなくても怖いよ。いや、普通に怖い。こんなん。めっちゃ怖いもん、俺。これ関係ないでしょ、高所恐怖症とかも。いやでもこれを歩くだけでもね、スリルがあって、まあ、アクティビティのようなもんですね。はい、ということでね、モゴードンダムから登ってきて、今通常の道に帰還したんですけど、壮大でしたね。でかすぎる。しかも階段登るのは結構大変というね、段数が多いっていう。疲れました。でもね、やっぱ楽しかったですね、ここも。いやー、ここすごい。うん。日本にもこういうとこあるんで、別に海外じゃなくてもっていう感じはあるんで、ここは。まあ、黒部ダムとかね。うん。こういう風に、ね、あそこの縁を歩けるとこもあると思うんで、もうよかったら行ってみたらいいんじゃないでしょうか。にしても疲れましたね。階段がとにかく疲れたな。坂だし。雨止んでくれたのありがたい。そうだね、雨止んで霧もちょっと晴れてきたんじゃないかな、うん、これはちょっといい感じですね。多分ホバートの方行けば晴れてるんですよ、うん、ここ山なんでちょっと雨なんですよね。クレードルマウンテンと一緒で多分雨が降りやすいとこになると思うんですけど、あ、そういう感じなんでね、一旦宿の方に向かって車を走らせたいと思います。それじゃあ、という感じでね、7日目の動画終了になります。明日8日目はね、土曜日になるのでサラマンカマーケットっていうのが開催されるっぽいんですよ。土曜日はね、それのために土曜日も滞在するみたいなところもあるんで、ホバートにね、明日はそこで、いろんなね、まあ、いろんなもん売ってるらしいんですよ。雑貨から野菜とか果物、お土産までかな、いろんなもん売ってると思うんで、ちょっとそこでいろいろ買い物をするっていう感じの動画になりますね。明日撮る動画はこれどういう感じで上がっていくかわからないんで、ちょっと僕もまだ編集一切してないんで、どういう感じになるかわかんないんで、こんな感じになっちゃってるんですけど、まあこれ今言ってもしょうがないかな、動画にしてるかな、しちゃおっかっていう感じでね、7日目は終了になります。それじゃあまた。はい、ということでね、ついに、8日目タスマニア8日目始まりました。はい、やってきました。はい、やってきましたね。本日はなんですけどね、うん、まぁ、ちょっといつも移動中に撮ってたんですけど、今日は移動時間がね、めちゃくちゃ短いんで、うん、GPS を取得してる間にね、オープニングを撮影してるんですけども、本日行くところはですね、サラマンカマーケット、まあ、なんか土曜日にしか開催してない、なんていうんですか、マーケット、市場みたいな感じなのかな、土曜市っていうか、うん、土曜日だけやってる、いろんなものを売ってるね、雑貨とかお土産、野菜、果物、まあ何でも売ってるらしいんでね、ちょっとそれを本日は目当てにホバートの街中の方までね、まあすぐなんですけど走らせていこうと思います。まあ時間が余ればまたビール工場とか、まあ行こうかなって思ってるんで、まあまずとりあえずサラマンカマーケット行きたいと思います。はい、行ってきます。行きます。お、ちょうど GPS 取得したやん。おお、ギターマンもいる。悪い。いいよ。
めちゃくちゃ広いっすね。ねさっきマップ見たら300店舗以上あるっぽいんで、僕らまだ半分ぐらいしか見てないんですよ。これ週1ってすごいね。すごいね、週1でこれやってるんだ。確かに。もうちょっとねじっくり見ていこうと思います。はい、ということでね、ウィンドブレーカーを買ってしまいました。まあスケボーにはいるからね。そうそう、冬のスケボーにねいいかなと思ったんですけどね、思ったんで買ったっていう。ちなみにね、今僕ね白の T シャツに白のパーカーを着て、さらに白のウィンドブレーカーを着るっていうね、白コンビでやってます。これパンツも白だしな。あ、パンツもほぼ白っていう。肌黒いくせに、肌黒いくせに。もっと黒くしてくわ。もっと黒くして帰ります。いやでもこうね、買い物するのは楽しんでね、気持ちいいっす。やっぱお金落とさないとね、僕ら観光客なんで、うん、引き続き買い物していきたいと思います。これ斬新すぎるだろ、このマネキンは。このマネキンはマジで面白いな。あ、手バージョンもある、腕バージョン。まあ、腕はまだわかる。まだわかるね。腕はまだわかる。足はちょっと草生えるな、マジで。すごいね。これさ、本物かな。いや、俺この鉢絶対嫌なんだけど。これ日本のスズメバチ。これ日本のじゃないの、これ。これ。日本のスズメバチでしょ、これ。あ、これスズメバチだよ。俺やだよ、これもう。ジャパニーズビートルだよ、ジャパニーズ。絶対やだ。サソリとかめっちゃ売ってる。サソリはさすがにオーストラリアにもいそうだな。うん。これが何ドルなの？20ドル。まあ別にこのサイズならそんなもんかって感じ。さすがにこれ本物ではないの？車の中身。これはなんか本物っぽすぎて。でもこれ本物でしょ。やばいなこれ。やば、うわ、怖い怖い怖い。いやね、ついに旅のテンションが発動してしまいました。いやあれは何が起こったか説明していいですか。いやーまあいいんじゃない。とんでもないお土産を買ってしまいました。そう、こちらです。これ何マジで、これマジで何。からやばいでしょこれ。これ買っちゃったよ。これでなんか気になったから買っちゃったみたいなとこあるよね。ね、旅のテンションが発動してしまった。やっちまった。まあ、俺はでもやっぱこういうのが楽しいからね。そうそうそう、うん、これを僕は日本のみんなに配ります。俺配るよ。当然配ります。俺配る。いやこれも旅の楽しさの一つですね。本当面白い。はい、ということでね、サラマンカマーケット終わって、ちょっと時間があるんでビール工場の方に今向かっております。今日こそはね、タスマニア産のビールを買って一杯やってやろうということで、ビール工場に今向かってます。行きたいですね。ちょっと街を抜けたんでね、もうだいぶ運転も楽になってきて、うん、あと1回ぐらい曲がったら着くかな。うん、まあ、結構すぐなんで、街からさっさとね行ってビールを吟味したいと思います。はい、よいっす。はい、ということでね、カスケードビール醸造所に到着することができました。まあ見てもらったら分かるんですけどね、こんなすごい、これ多分工場の一部だと思うんですけど、こういうものもあります。中でビール売ってるらしいんでね、それを目当てに僕らは来てるんで、そちらの方向かっていこうと思います。建物の全容がね見えてきましたね。こういう感じですね。でおそらくこっちも工場なんじゃないのかなっていう感じで、あっちがビジターセンターということでね、外観をチェックしたところで中へ潜入してみようと思います。はい、早速ビールが現れました。これがあれなのかな、タスマニアで作ってるビール全種類あるのかな。これビール作りに使うんでしょうか。使ってたのかな。歴史みたいな本質もあったから売ってる売ってる。めっちゃビール売ってますね。これ全部タスマニア限定なのかそれは分かんないんですけど、ビールめっちゃ売ってます。はい、ということでね、ビール購入することができました。ヒズレンドナンバーワンさんもね購入したみたいなんで、違う種類をね、2種類ね。やっぱなんか1本1本買うとめちゃくちゃ高くない？5ドルですね。1本5ドルで6本18ドルっておかしいでしょ。値段設定が。まあなんで、まあ、6本買ったんで、まあ、今日はこれでね1杯2杯かましていこうかなっていう感じで、気持ちいいですね。いや、いいね。それじゃあホテルの方に戻ります。カスケードビール工場っていうところからね帰ってきてね、
だいぶ今日時間があるんでね、ちょっとスケボーの方をやっていこうかなと思います。もうほぼ止まった状態しかできないんですけど、もうここで若干練習しよっかなっていうふうに思ってます。なんていうんですかね、忘れないための練習みたいな感じで、まあ実力のなんていうんですか、向上は目指さずに自分の実力を落とさないための練習みたいな感じだったんですけど、まあ、本当に軽くね30分ぐらい滑りました。はい、ということでね、ついに夕食の時間がやってまいりました。はい、まずね本日の夕食、はい、白米ね、ステーキそして味噌汁、はい、はい、最強の布陣ですね。そしてね、本日特別ゲストがいらっしゃいます。そのゲスト、こちらです。あーちょっとね、裏にね変なポケモンの動画が若干見えちゃってるかもしれないんですけど、そこは見ないことにして、これビールです、はい、こちらがねヒズフレンドナンバーワンさんの買ったビール、こっちが僕の買ったビールで、うん、これカスケードビターってやつですね、こっちは、うんうん、でこっちはなんていうんですか、ルミランバーヤック、なんか牛のやつ、ルンバーヤックかランバーヤックか、あの牛っぽい感じの、うん、牛らしいよ。これはタスマニア産のビールになります。これをね今からしっかりとついでいこうと思います。はい、ということでね、タスマニア産のビールてか、なんか、はい、ということでねってばっかり言ってるけど、まあいっか。今更気づいた。うん、知ってる。ずっとね、なんかこればっかり言ってるなって思ったけど。ずっと思ってたよ。ということでね、ビールを飲んできたんですけど、これ、まずね、僕の方の、カスケードビター。これなんですけど、これはもう、まあ日本のビール。ほぼ全く同じ。ヒズフレンドナンバーワンさんにも一口飲んでもらったんですけど、うん、まあ全く同じですね、日本のビールと。似てたね。うん。本当に似てる。味的にはもう完全に日本のビールとほとんど同じっていう感じですね。で、僕が飲んだのはそれで、このヒズフレンドナンバーワンさんが買った、ルンバーヤック。うん。ランバーヤックかわかんないけど、これに関しては、ちょっとなんか全然違ったよね。ビールじゃないよ、それ。うん、ビールじゃなくて、なんてカクテルっていうか、なんかジュースみたいな、うん、うん、ちょっと甘みもあって、なんかカシスっぽいって言ってたよね。そう俺はカシスっぽいな、うん、確かにそのカシスっぽい感じもしたかなっていう、うん、なんかカシスソーダっていうのか、そういう感じもして、まあビールの色してるんですけど、まあ泡も立たないし、ちょっとねビールっていうには違うのかなっていう感じですね、うん、仕事帰りとか飲むんじゃなくてさ、普通にさ楽しみたいなと思った時、そうだね、なんかみんなで集まった時とかそういう時に飲むのはありかなっていう、日本のビールとはだいぶ違う、でも外国特有のものっていう感じはしましたね。なんかね、うん、まあビールのレビューを終えて、ちょっと今ね気分上がってきちゃってるんでビール飲んだんでとりあえずねここで動画一旦切りたいと思います。ということでね、本日はサラマンカマーケットに行ってカスケードビール醸造所に行ってビールを買ってそれを飲むっていう動画でした。それじゃまた。ついに発見しました、タスマニアデビル